スタンバイして、オープニングなんで、もう開始しますって、もうすぐリングがないんで、そこから360度全部見て、この風景覚えてる、風景を。あとでリングチェックは。いいかな、見た。やっぱり今までで間違いなく一番大きい舞台なので、まあ、悔いの残らないようにっていうのをまず一番にここまでは練習やってきて、まあ、練習自体はしっかり最後まで納得いくものができたかなと思ってます。やっぱ基本、やっぱり一番基本のもうカットであったりとか自分から手を出すところっていうのはもう本当常にこの1ヶ月ぐらい意識しながらやってきたところです。自分のスタミナの使い方とかは少し気をつけるようにはしてました。2ラウンド目まではちょっとちゃんと1ラウンドは見てよく見ながらやって、2ラウンド目からしっかり、スパートかけていくという形に今のところ話ではそうなってます。どうですか、もうバクバクな状態です。確かに緊張してますね。もう本当こんな大きい舞台で、試合できることは、本当ないかもしれないので、まあ、相手同行よりもまずは自分が納得できる、試合だったり、展開を作って、まあ、しっかり勝ちたいと思ってます。もう単純に僕のクラスにいつも来てくれてて、でその中でちょっと後々試合出てみたいっていうので、じゃあ一緒にやろうかっていう風になったんですけど、もうそれ以降は僕の時に来てくれるので、完全にこういうふうにやっていこうっていうのを意思疎通ができているので、すごいそういう経緯です。まあ一緒にやってきてくれて、そうタイミングがあって、じゃあやっていこうかって流れでそのままトイカツファイトで、そこから、この前、アマチュアムエタイの試合出たんですけど、でその時に半沢課長がちょっと後楽園でアマチュアマッチ、選手募集してるっていうお話をいただきまして、それでじゃあちょっとやろうってことで、ここまでありがたいことにアマチュアながら後楽園ホールの舞台に、立たせてもらえることになりました。もうビギナーじゃないか。まだもうですか。まだもうダメです。もう使えない。もう使えないビギナーズラックで。ある意味ね、その実力で素人ボコボコにすること自体が反則だよ。今まで。ここがコントロール。人生がそうやっとんじゃん。僕の歌詞のつもりで、爪痕を残して、あんま、最近の感じで激闘を繰り広げていきたいよ、今日。まあ、僕の、時代を作り上げていきたいと。まあ不思議ですね、僕からすると。本番前がよ、本番までの過程が弱くて、本番に、まあ、割と僕が想定してるより上に行くっていう、今普通の人は逆だと思うんですよね。本番まで調子よくって、本番でどうしてもなかなか力が出ないっていう選手が多いかと思うんですけど、彼は意外と本番に強くて、僕も逆にあ、こんなできるんだってびっくりしたりします。基本の設定ですね。もう、正直そんなに器用な選手ではないので、もういつでもその自分の得意なことをできるように、もう本当に単純なことを繰り返しやってます。まあ、当然こういう素晴らしい舞台に立たせてもらえるんで、お祭りでいいかなと思います。あとはやっぱりその周りの方、会員さんがお金と貴重な時間を使ってきてくださるので、見に来てよかった、応援に来てよかったと思っていただければもうベストかなと思います。
うわー、いいライスです、それです、そうそうそう、オッケー。今度は最高の楽曲。